脱コンビですね。はい。脱事務所。俺のこといじってきたんかも。違う。皆様いかがでしょう。よろしいでしょうか。プライベートでこう前向きにこう一歩前出れたなんかこうきっかけとか暮らしの中でありましたでしょうか。暮らしの中で。はい。暮らしの中ではだいぶ長い期間引きこもってたので、そうですね。あのウォーキングを始めたぐらいですかね。はい。近所をこと歩きながら、はい。ぐらすいません、あのこれといった返しができなくて。ありがとうございます。腕落ちたんかな。大丈夫です。あの宮坂さん最後に、はい、一番最後にお答えいただくとして皆さんにお聞きしたいんですけども、はい、今日脱毛がテーマなんですけども、はいはいはい、脱プラとか脱炭素とか脱二酸化炭素とかあると思うんですけど、うんうん、ご自身で今年なんか脱〇〇であったら何かありますでしょうか。大喜利ですか。いやいや、やめてく、むっちゃハードル上がるじゃないですか。え、大喜利なんですかこれ。いや、なかなか考えなあかんなと思って。脱誰からいきましょうか。じゃあ思いつき、あ、じゃあ脱事務所。え、おい、僕3月にあの事務所を辞めてフリーランスになったんです。あ、そうなんや、はい、なんや、俺のこといじってきたんか。違う、あの真横でいじってきたなと思って。一緒ですね。脱事務所なんで、僕は今年の3月にちょうど事務所を辞めてフリーランスになって。なるほど、まあ、7年間勤めてたんですけども、はい、ここからちょっと脱事務所やけども、ちょっとすごい輝かしい未来が待ってると信じて、今5ヶ月経ってむちゃくちゃ毎日楽しく過ごさせてもらってます。はい、僕はあの皆さんご存知の通り、もうコンビを解散という形になったので、はい、脱コンビですね。はい、もうそれしかないので、はい、脱コンビですけども、お互いあの前向きに頑張っていくということで脱コンビです。はい、はい、メンズクリアで今回あの脱毛をしたい男性またはした男性に対して新しい呼び方、ニックネームなどのちょっとアイデアがあったらあの教えていただきたい。大喜利ですか。新しい呼び方をぜひ。新しい呼び方、その脱毛の脱毛男子みたいな感じで。脱毛男子、メンズクリアであの脱毛した男性、はいはいはい、対して皆さん何かあれば教えていただきたいんですけれども。言うといた方が得なんかな。もうこれはもう宮迫さんお願いします。そうですね、なんかドラマとかでもね、なんとか団みたいなのあるんで。そうですね、つる団で。あ、つる団。はい、つるっと男子で。あ、わかりました。はい、つる団でいきましょうか。はい、はい、ありがとうございます。とんでもございません。最後の質問これでよかったですか。大丈夫ですね。面白いのあればなと思って。思んなかったみたい。全然刺さってないですよ。つるだん全然刺さってない。なんなん。失礼しました。ありがとうございます。とんでもございません。そっか、つるだんか。刺